明星食品、中華三昧、濃厚味噌、ノンフライ麺に液体および粉末スープがついています。麺は扁平断面でふくよかさがあります。中華三昧が発売された当初、麺は透明感があり痩せた印象だったのが、今は随分と普通のラーメンに近づいたと思います。スープはザラザとした濁り感があり、中華料理的な香りがします。塩分がかなり強いですが、深みはあまり感じられません。濃い味でいろいろとごまかしているような印象です。大昔の中華三昧が持っていた繊細なイメージを期待すると落胆するでしょう。製麺やラオウなど低価格帯の製品が充実している現在、中華三昧の存在価値が揺らいでいるように思いました。